ょう。よろしくお願いします。お願いします。はい。ね、ちょっと早いですけど。行きましょう。こんにちは。お願いします。今回この決断をしたのは、自分自身も新たな挑戦がしたいなと思っていたところで、普通の、女性のチームにまた移籍するっていうのを考えても何かこう面白くないなという、部分があって、兄がたまたま厚木のチームに所属していて、いつか自分自身も男性のチームでこう挑戦したいなと思っていたので、それをこういう形で実現できないかというふうに提案させていただいたところ、クラブが心よくこう受け入れてくださって、この移籍が実現したんですけれども、今世界中でもそのジェンダーの問題であったり、男女差別の、イコール的な問題とかも結構問題になってきているので、そういった部分で自分自身が男性のチームに入ることで社会的なメッセージをこう発信できないかなっていうふうにも思いましたし、クラブにとっても厚木市にとっても、自分自身にとってもすごく良い側面があるのではないかと思い、このチャレンジを決断させていただきました。なので今後ともサポートのほどよろしくお願いします。現役引退が近づくにつれて、やっぱどこかで日本との駆け足になっていきたいっていう思いが強くなってきまして、でまずはこの厚木市がホストシティということで、何か僕にできることがあれば、しっかりとこの地域密着という形でサッカーを通じて、子どもから、お年寄りの方までひっくるめた、地域密着のファミリーとしての、チームを作っていきたいなという思いがありますので、現役を続けながら、そちらのクラブのマネージメントからニュージーランドとの、架け橋にもなれるよう頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今皆さんのお話それぞれ聞かせていただいて、厚木にとっても宝って言ったら変ですが、レンタル移籍って言っていいんですか？期限がこうあるんですか？期限なしにしてですダメですかね。近くからおいでいただいて、ようこそ来ていただきました。こういうメンバーが集まっていると、その相乗効果でどんどんこう広がっていくという可能性って非常に大きいんだというふうに思いますので、これは厚木にとっても大変な力になるというみんなで頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、はい、入ってください。笑顔でお願いします。はい、もう一枚撮ります。撮ります。はい、3、2、1。はい、もう一枚。はい。はい、お願いします。たくさんの、方々の多大なる尽力と、協力のもと、この移籍が実現しました。私のチャレンジをしたいというこの思いを受け入れてくださったクラブには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。一概の部分でも私を育てていただいた厚木市という町に貢献していけるように、クラブの市の皆さんと、協力をしながら、そういった活動もしていけたらと考えています。応援メッセージを胸に、責任と覚悟を持って、このチャレンジを取り組んでいきたいと思います。Yeah.